リジャプ総人です。今回はなんとこちら、まだオープンしてないんですけれども、たくさんのテレビに出た2号店宇宙一のクレーンでーペブリデーにやってきました。なのでね、衣装もね、宇宙仕様にやってきます。未完成のお店に潜入していきたいと思います。楽しみですね。楽しみですね。ここはね、草加駅と八潮駅のだいたいね、中間ぐらいのポイントなんですよね。で、駅からだいたい2キロぐらい歩いたら15分とか20分ぐらい。うわぁ営業時間、平日は12時から夜の12時まで、あ、土曜日が、10時から12時まで、で、日曜日が10時から11時まで。あ、若干ね、日曜日だけ早いですね。めちゃめちゃ長い。そう、朝早い、土日。7月13日10時オープンということでね、この動画上がってる頃にはもうオープンしてるかもしれないけど、オープンする前のね、姿を見せれたらなと思います。バリバリの工事でございます。入店入店、イエイイエイ。足元気をつけてくださいね。足元まだね、工事の方がちょっとお昼休憩で寝てたんでね、静かで参ってきました。で、ここはこの最初のフロアが10円コーナー。10円、すごいすごい、10円キャッチャーですよ。あ、10円なの。ガブリチューね、これ10円なの。すごい、ガブリチュー。ガブリチュー10円なの、いいな。1個30円から50円相当のガブリチューですよ。うん、まあ、全体的にね、まだ電源が入ってないんでね、プレイングはできないんですけどね。それではこっちから入っていこう。めっちゃ広いからね。こっちはなんすか、取ってきや。何、取ってきや。あ、クレーンゲーム取ってきや。なんか言うなんかおかしかった。言う、わ、すげー、ね、すごいよ。チラッとあれも映しちゃう。なんかね、宇宙人も住んでるから。盗撮盗撮。わらわらがどうだった、なんかいた。なんか見えました、うん、ウーマがいた。見ました、いました、ウーマがいた住み着いてるから気をつけよう、みんなも。で、ここはね、ネオミニゾーンだね。わお。それではくまなく見ていくよ。もう宇宙一だから。ダダダン。ダダダン。すげえ。こちら。まだね、全く分かんないんだけど、これ見て。はいはい。テクニックゾーンかもしれない。なだれ。ファイナルアタック、サーテンドリー、タスキがけ、マイチモンジー、隙間引っ掛け、鍵穴通し、鍵穴通し2からの差し込み、バウンドアプローチ、横滑り、ムーンサルトアタックってな感じ。これもしかしたら、もしかしたら練習ゾーンなのかな、わかんないですけどね。そんな気がします。調整中。エブリデイって検定とかもやってるんだよね、知ってる、クレーンゲーム。私3級取ったんですけど、2級ね、難しそうだったんだよ。あ、スクイーズキャッチャーもあるじゃん。まあまだないんですけどね。で、こっちに行くとペコちゃんスクイーズ、これね、初めて見た。で、チョコパイのスクイーズは結構前から見てたね、ミニサイズで。これもね、もう何シリーズぐらい出てるんだろうね。もちもち沸かしアソート、ボールチェーン付きスクイーズです。そしてこちら、美味しそうなスクイーズです。美味しそう、美味しそう。で、これね、エブリデイ餃子店で磨けたかな、パン。ミニスナックゴールド風。イエス、イエス。あの甘いやつ美味しいよね。美味しい。
で、これも初めて見たね。なんだろうね、ケミカルなソフトクリームスプリー、初めて見ました。あ、これもね、結構これ見かけたかな。ふわきゅんジャンボソフトクリームスクイーズ、でかい。で、これはね、気合で撮りました。ブブブブーさんのスクイーズ。で、こちら始めました。ブブブブーさんのスクイーズパン。で、スヌーピーいっちゃって、スヌーピーいっちゃって、スヌーピーいっちゃって、ロールケーキスクイーズ。これめっちゃスクイーズコーナーあるじゃん。リラックマ、コロッケ、何これ、ランチパックみたいな。パンのスクイーズ、コイのスクイーズ、アイスキャンディーのスクイーズ、てな感じです。スクイーズコーナーでした。で、反対側には、3本詰めの大きなねクレーンゲームがありますね。まずはこれで10分の1ぐらいしか紹介できてないから、うわ懐かしい。これね、こう上にやって横にやってピョンってね飛ばすの、100均で飛ばすようなやつ。これ懐かしいな、いつの日かやってみたい。どうなってるんですかこれ。まあ動かして本当におもちゃだよ。ポンって弾いて景品を落とすみたいな。あ、パンチみたいになってる。そう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 。で、紐でまた帰ってくる。あ、見て見て見て。え、ここら辺なんか面白い。どれどれを。これ面白い面白い。面白い面白い。ほら。おお、すごいすごい。人参キャッチ。ガチやん。え、ガチ人参。ガチじゃがいもじゃん、もうなってるじゃんじゃがいも。どういうことなの、どういうこと。え、ガチ人参じゃないのこれ。いや、これガチ野菜でしょ。だってガチピーマンもあるよ。どういうこと。じゃがいもにしか見えないけど俺。いや、これじゃがいもでしょ。エブリエさんやりますね。やりますよ、ほんとに。ニンニク誰が取るんすか、ほんとに臭いですよ。ナス、ナスって野菜コーナーだね。これ全部取ればカレーができるかな。で、こちら、こちらの店舗にもやってまいりました。宝石キャッチャーだと思います。まだね、ポップとかないんだけど、宝石キャッチャーの台数も多い。で、こっちに行きまして、いろんな台が、あ、これ食い物じゃね。一瞬スクイーズかなと思ったけど、これ食い物。あれあれ、これスクイーズかな。パン、ガチ食べ物。賞味期限が書いてある気がする。これあのさ、さっき自販機でなかった。ありましたね。スイートポテト食べたいね。自販機にチョコとクリームしかなかったから。これガチパンだよね。すげえ食べ物があったよ。お、虫取り網、これも良さそうだね、夏に。おお、虫取り網になってんだ。イエス。お、夏の風物詩的な感じかな。水風船釣り、結構ね考えられて作られてますね。これ初めて見ました。はい、こちらのコーナーに来ました。めっちゃでかいから、ここのフロア。ここら辺だと結構新しいトレンダー5。メタデピカチュウの景品、アクリルスタンドからのミニチュアゾーン。わー、すごい。でね、この機種結構新しいんだけど、なかなか難しいんだよ。ちっちゃいバージョンの3本爪。最近ね、ゲーム展開してるんだけど、
この機種きちいっすね、難しい。まあ元はねパディングデンだったと思うんですよね。景品こう感じるんですよね。ひときわ BGM が鳴ってるのは唯一こちらスイートランドゴーランド2です。これがね唯一 BGM になってる。3本爪いきます。3本爪足元に気をつけてください。はい、ここら辺はずっと3本爪だね。はい、ここら辺はフィギュアコーナーですね。ちょっとこっちはまだね調整中なんで、まあここら辺がね全体的なフィギュアコーナーですね。リゼロとか初音ミクとかいろいろキャラなもののソードアートオンラインとかキャラもののフィギュアコーナーです。でこちらがディズニー。ディズニーね、トイストーリー4もやるということで、まあそれは関係ないかもしれないけど、ここら辺がねディズニーコーナーです。俺の靴はガラガラヘビー。これこれこれこっち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 、これ本家トイストーリープレミアムフィギュア、ジェシーとウッディで、ブルズアイがいる。あ、じゃああれ取ってこれを乗せることできるのかな。うん、連結してるかわかんないけど良さそうだね。あ、ザーグだ。ザーグがいる。ドゥン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 似てるけど違う。トイストーリーのね悪役っていうほど悪役じゃないけどね、悪いおもちゃでもないけどね。うん、すげえ、めっちゃある。これがディズニーコーナーでした。一列ディズニーコーナーだね。でね、一押しはこれだよね。そう、一押しですね。これがダンゴムシぬいぐるみ。これね、いろんなゲーセンね見かけたことないんですよ。なかなかね、会ったことは知ってたんだけど導入してないんですよ。これ見かけたんですよ。やりたいっすよね。それではですね、こちらの例行きましょう。ポケモン、ポケモン、ドラえもん、名探偵コナン、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。よし、最終コーナーを曲がっていく。ここら辺はバラエティコーナーだね。いろんな景品が置いてあります。うん、日本爪だね、全体的に。普通にどかしていくつ、行きつつ取っていくスタイル。キャッチャーセブンのところだね。 UFO キャッチャーセブン。パンチ、パンチ。お、すごいすごい。ここら辺はトミカ、ツミッキー、お子さん用、お子さんというか赤ちゃん用のグッズコーナーですね。キッズトミカ、ポケットトミカ、アンパンマン、お猿のジョージなどなど、ワンワンもいるし、比較的年齢、対象年齢がね低い景品のゾーンでしたね。という感じかな。これで全部ですよ。他に見せてないのはあそこの例のところ行ってみるか。見て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 、おっ、いいですか。ここが社長室。すごい、エブリデイ取ってきや。休憩するところとかなのかな。うん、お店全体はここから一望できると。すごいね、すごい、めちゃくちゃ広い、すごすぎる。はい、というわけでいかがだったでしょうか。宇宙一でかいゲームセンターエブリデイ2号店、来てみてはいかがでしょうか。ぜひとも、すごいでかすぎてね。次回はね、プレイする側で
お見せできたらなと思います。それでは最後にご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでくれたら YouTube チャンネル、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。